私たち2人は先ほど麻布教会にて滞りなく、挙式をいたしました。夫婦としての第一歩を踏み出した、そんな気持ちでいっぱいでございます。ゆのきりりこと見ましたら、まあ、柚子が入って梨が入って非常にフルーティーな名前だなと思いまして、ちょっと調べてみたんですけれども、柚子はですね、なんか健康美っていうなんか花言葉があるみたいなんですね。で、梨は、愛情という、花言葉のようです。まあ、学生時代からお付き合い、まあ、長年されて、また遠距離恋愛も経てですね、今日ゴールされるということで、まあ、非常にまあ仲がいいお二人だなっていうふうに思ったことを覚えてます。まあ、今日の敵は明日の友という言葉がありますけれども、僕と大輔の出会いはまさにそれが象徴的な、高校に入る前、中学校3年の時に試合をしたのが最初の出会いでございます。言葉を交わす前に体を当てるっていう、まあラグビーの本質的な出会いをしたんですけれども、その7年2ヶ月前に彼の目に映るリリコさんと、今日この日彼の目に映るリリコさんのその輝きが変わらないどころか、本当に日に日に増していって、多分今日がピークなんじゃないかと。あ、ピークじゃないですね、これからまた伸びていくんですけど今日ピークじゃないですね、すいません、間違えました、ごめんなさい。大輔君とリリコさんの素晴らしい未来に乾杯。ようやく待ちに待ったこの日が来たね。リリコとは中学高校6年間一緒だったものの、クラスが合わなかったり部活も違ったりで全然関わりがなく、最後の最後に高3でやっと同じクラスになって話すようになったくらいだったね。そんなあっさりとした関係だったのが、大学に進学してアイスホッケー部へ入部したのをきっかけに、4年間とにかく一緒にいて、お互いのちょっとした話にいつも一喜一憂、そんな思い出ばかりです。かけがえのない親友に出会えたと思っています。私から見たリリコは、リリコを知っている人は間違いなく賛同してくれると思いますが、まさに才色兼備、この言葉があなたほどピタリと当てはまる女性は私は他に思いつきません。ラグビーの仲間は大輔が得た大切な宝です。そして何より大輔がラグビーを続けてきたことによって得た生涯の宝物がリリコさんです。毎日家で食べる夕食の時間、お休みの日のお出かけ、家族旅行、数えきれないほどたくさんの思い出があり、どの瞬間にも私のそばには家族の愛がありました。仕事で出張が多い中、休日は必ず私たちと過ごす時間を作り、家族との時間を大切にするパパ、冷静で落ち着いていて優しく穏やかな心を持っているパパのことを心から尊敬しています。